アレクサンドリーヌ・イレーネ・フォン・プロイセンは、ドイツ・プロイセンの旧統治者家系、ホーエン・ツォレ・ルン家の一員。最後のドイツ皇帝、プロイセン王・ビルヘルム二世の孫娘の一人。ビルヘルム二世の長男、ビルヘルム皇太子と、その妻で、メクレンブルク・シュベリーン大公フリードリヒ・フランク三世の娘である、セツイリエ皇太子妃との間に、第五子、長女として生まれ、 家族からはアディニの愛称で呼ばれた。ダウン症の障害を持って生まれたが、家族はこのことを世間に知られまいと最新の注意を払っていた。アレクサンドリーネは兄弟たちと一緒にポツダムやエールスで育ち、1932年から1934年まで教育学者、ヨハンネス・トリューパーの経営するイエーナの特別支援学校に通い、1934年の夏に、 ポツダムに戻った。1936年にバイエルンのペッキングに移り、第二次世界大戦中はペッキングに陰性していた。1945年末にシュタルンベルク湖畔に小さな家を与えられ、亡くなるまでその家で過ごした。意外はヘヒンゲンのホーエンツォレルン城内のザンクとミハイル両方に埋められた。ありがとうございます。